着お疲れ様でした。お世話になりました。改めまして、競りの成績が出たところでご質問させていただきたいと思います。はい。売却率は、前年を上回って史上3位ということだったんですけれども、はい、これについてはまず感想を。購買者の方がやっぱりこの競りである程度購入しようという意識が定着してきてくれてるのかなという感じがしているのと、まあ、大体相場が落ち着いてきてるのかなという気持ちはありましたね。その相場ということだったんですが、まあ、出込みですけれども11億は超えたんですけれども、ちょっと前年を微減ですね。そうですね、はいはい。落札頭数が増えている中でのちょっと微減だったということで、はい、まあ、ちょっと渋いなという感じもあるかと思いますけど、これについてはどのようなお考えでしょうか。落ち着いてきたというふうに見るのが妥当かなと思っていて、売却率がやっぱり自分としては一番の、希望する数字なんで、ここをなんとか落とさないで、今年1年もやっていければというふうに考えています。上場頭数などは、2年連続で伸びているというところもありまして、まあ、1歳の競りがこの後も始まりますけれども、やはりこう1歳の競りに向けてもこの、まあ、売却率が高くなったということで、トレーニングセールに出そうと思われている方も、まあ、この売却率を一つの目安にして考えれば、また来年も頭数を確保できそうな雰囲気とかは感じられますか。コンサイナーの方もいらっしゃる、まあ、ピンフッカーの方もいらっしゃる中では、大体皆さん方が揃える頭数っていうのはほぼ安定してきてるので、毎年これぐらいの頭数の競りを行っていけるんじゃないかなっていう、見通しはあるのかなと思ってます。はい。あと今回の競りは岩手県は例年通りですけれども、はい、あと岐阜県馬主会もまた一昨年ぶりに抽選ばっかりということで、あと千葉県などもちょっと変わりましたよね。だから千葉のサラブレッドセールやブリードアップと違って、地方競馬の馬主さんがこの競りはかなり多く来られている中で、活発にこの競りに参加してた流れはありましたけれども、はい、一定の需要があるということが分かりましたので、まあ、ほぼこれぐらいの規模で推移していけば、あんまり売却率は落ちないで運営していけるのかなというふうに考えています。あと今回も海外の方も、まあ、韓国の方も来てくれましたし、はい、あとシンガポールですね、はい、この流れなども含めて、まあ、今後海外に向けての PR なども積極的にされていくなどの考えはあるんでしょうか。海外流通に関しては毎年変わらずいろいろな方法を考えながら、顧客に向けてアピールをしていくという事業は変わらず進めてますので、まあ、より良い効果的な方法を考えながら今後もやっていく予定ではおります、はい。あとちょっとあれなんですけど、函館競馬場の直接メニューというのは昨年度から導入されているかと思うんですけども、はい、今年も申し込みはなかったってちょっと思いました。そうですね、なんか購買された方が希望するのは何件かあったみたいですけど、旧車関係と折り合いがやっぱりつかないんでしょうね。だから旧車事情っていうのがあるので、お前さんの中には希望する方は確かにいらっしゃるみたいです。はい。そういう面では、まあ、来年以降もこの取り組みは継続的に、一応顧客サービスという意味では継続していく予定にはしてますけど。
まあ、でも直接入居できるっていうふうに歌ってる中で、そういうふうに、まあ、駐車の都合っていうのはあるんでしょうけども、断られるっていう流れになった時には、結構なんか、熊根さんの方からなんか言われたりとか、それはなかった。こちらの方にはない、ないですね。自分たちの都合が使わなかったっていうことで、私どもに対するクレーム等は一切ございません。まあ、繰り返しになりますけど、そういう面では来年以降もこの取り組みは、やってこう、まあ、どれぐらいのニーズがあるかは、まあ、分かりませんけど、数年はやっていってもいいのかなとは思ってますので、おそらく開催日数とかいろんな今後の動きも出てくるかもしれないですし、やはりそれを考えたら継続した方が馬根さんのためにはいいんだろうと思います。あと公開状況の方のちょっと話をしたいんですけども、今回は、まあ、風が追い風とかなどもあったかもしれませんけども、軒並み高度計の馬が本当に多く、非常に育成者、申し込み者の技術の高さというのが年々高まっているなというのを僕らも感じたんですけれども、組合長から見て、この辺りはどのように思いますか。まあ、現実と 理想のギャップは確かにあるなという実感は持ってました。やはり若馬ですから、10秒台というのはあえて僕は出す必要はないのかなと思っていつも見てるんですけど、結果的にやっぱり時計の今が価格的に高くなるっていう現状を見たら、やっぱり上場者はそちらの方に重きを置くのは否めない、事実としてあるということですね。はい、いくらフットワークとか馬の馬体を見て本来の評価をすべきというふうには言っても、やっぱり現実は時計がこのトレーニング性については優先しちゃうという現実もあると思います。はい、あと購買登録者数が、まあ、わずかではありますけれども、昨年も上回り、だからもう年々伸びているという状況のようですけれども、はい、これについてのお考えですか。やはり地方も地方も新規の馬主さんをできるだけ取り込もうという努力をされているということが一番大きいと思いますし、当然古い馬主さんも、今まで来てくれた方も来れなくなっている、まあ、高齢化とかいろいろ問題はあるんですけど、それにとって変わってなおかつ増えているということはとても心強いことだと思っています。今回は2つで昼食も弁当などで結構気軽にするのに、はい、パッパパッパ、はい、気持ちいい手だなっていう面も含めて、運営面もなんか改善されてたところは何かとかあるなと思ったんですけど、はい、いや、そう言っていただけると自分たちが頑張った甲斐があって嬉しいです。はい、昼食のことで何か良かったとか、今日は、まあ、僕の耳にはまだクレームは来てないんで去年並みにいろいろ工夫したのが受け入れてもらえたのかなとは思ってますけど、はい、で一つ事情を言いますと、ここ中で火を使えないものですから、やっぱり弁当スタイルが一番自分たちにとっては無理がない方法だなということもありますので、まあ、今後もこういう形でというふうに考えています。あと競りも最初の段階で有事をめぐるというお話でしたけれども、それがまあほぼ守られる形で、運営も非常にスムーズだったかと思います。はい、そうですね、割とゆとりを持ってできたというふうに自分たちも感じています。はい、僕から聞くことは以上ですけど、他の方もありますか。はい、先ほど生産者さん、販売者さんのところに、まあ、何人かお話しいたんですけど、まあ、結構危機感を抱いていらっしゃる方もですね、いるようになっていらっしゃる、まあ、めちゃくちゃ高くなる製品と、まあ農協さんとしてですね、年齢は違うんですけども、この4回の席でですね、
多分一番の PR は上場馬が将来的に強い競馬をして有名なスターが出るのが一番望ましい。ただ自分たちの段階でやるべきはやっぱり繁殖の種の質を上げていくということと、まあ、交配する種牡馬を十分吟味して価格的にもやっぱり積極的に、トライをしていく必要はあると思って、常にそれは生産者として常に考えてやるべきことだとは思ってます。もう少しでもあげてその生産現場も投資だとか、はい、はい、もうそれが常にそれが求められる生産というのはそういう仕事だと思ってます。生産者さんの農協として啓蒙はしてるつもりですけどね、それなりにいろんな助成事業も組んでますし、若い人にも頑張ってもらえる、方法を取り入れてきてますので、まあ、みんなに頑張ってもらえるという気持ちではいます。開催時期は、はい、今年のオークスの翌週となってますけど、ちょっと早めるような、そういう声とか、トレーニングセールですか、はいはい、今のところはまだ私は考えてませんけど、この時期がいい、やはり他のセールとの兼ね合いもありますんで、やっぱり自分たちが良ければいいという考えだけでもできないですし、一応ここの住み分けが一番スムーズに今まで来てるので、まあ、これで私はいいのかなと思ってたんですけど、なんかいい知恵とか作戦があれば教えていただければと思いますが、はい、いい知恵とか作戦があればみんなで話して、まあ、運営面で何か特別に気を使ったこととか改善しようと思ったりしたことがあるんですけど、食事は、はい、まあ、食事はそうですね。で、まあ、時間的な配分もほぼうちの職員たちは数字的なもんもスムーズに進行できるようになってきているので、まあ、あと考えるべきは購買者に対する気遣いが、まあ、この会場に来たら職員みんなが購買者の何て言うんですかね、不便を感じないようなことを常に、気にしながらやってもらいたいなっていう、まあ、そういうことぐらいかなとは思ってます。この場所を使い始めた当時結構こう使い勝手が慣れない面もあったんです、はい、そのあたりはもうだいぶ改善されたというふうに考えて、ほぼほぼそうですね、職員段階ではそんなに不便は感じてないし、一生懸命やってもらってますし、はい、競馬場がさん側からもすごく協力的に、もちろんファシリティーズも本当に一生懸命やっていただいてるので、本当にスムーズに来てるなというふうに自分では自画自賛してますが、はい、ありがとうございます、はい、あと今後、まあ、一歳競りの方に流れがいきますけれども、はい、まあ、このトレーニングセールの流れを踏まえてというのと、あと、まあ、今年はセプテンバーセールも始まるということで、その辺の今後の、まあ、組合長としてよ、その一歳競りの読みっていうのはどれだろう、不安の方が私は大きいんです、正直言って。まあ、去年やったことと今年とのその比較がなかなか難しい、ここ1、2年はですね。だからそんな中でどういう数字が出てくるのかなっていうのはやっぱり不安は持ってます、ね、だから、まあ、結果でまた反省して次の年を考えるしかないのかなとは思ってますけど、そこのところはちょっと未知数なので、はい、すごく不安です、はい、あと消費税の問題などもあるんですか。まあ、あそこはね、いわゆる仮置きみたいな感じでやったんで、まあ、でもそれが定着していく、もしくはまだいろんなことを考えなきゃいけない
こともあるのかなとは思いますけど、今の時点ではまだ確たることは言えるあの段階にはないんで、ちょっと不安が私は正直大きいところはあります。ある程度こう意識を持って再生するのを望むという姿勢、はいはい、あの私はもう去年がほぼピークだろうっていう意識が結構あるもんですから、それをあのできるだけ少なくとも売却率ぐらいは維持していけることが、まあ、生産者のみんなにも納得をしてもらえるのかなとは感じています。あの価格の変動はちょっと僕たちの及ばないところもやっぱりありますのでね、はい、もうここだったら馬の成長合わせて売れるなどのこう、はい、日程は組んでるわけですから、そこをまあうまくやってるつもりでも方々も考えていて、はい、やりながら思うようにいかないことが多分あるんでしょう、はい、だからもうそこは本当に不安です、はい、海外ですね、はい、海外からかなりのお客さんがいらしてたとおっしゃってましたけども、ね、はい、何カ国、何名ぐらい、あの競馬場は韓国、香港、シンガポール、マレーシアなんですけど、あのシンガポール、マレーシアの競馬にはタイとかそれからインドとかいろんなところの人がちょっと競馬に参画してるんですね。で国籍がもうそれ以外のそのインドとかそういう国籍の人が中にはたくさんいらっしゃったということで、まあいろんな国からアジアの国から競馬 あのやってる ところにおいては参画をしていただくようになってきたということは、あの7組ぐらいでしたっけ、確か6組か7組、ね、ありましたんで、あの、まあ、僕たちはこれだけ国内の市場が活発なんで、あのアジアから来てもなかなか買いづらいっていうあの感じを持ってらっしゃるんですね。それでも来ていただけるっていうのはやっぱりあの、まあ、香港での競馬とかシンガポールで使っている的がいろいろ結果を出してくれてるからまた来ていただけるということで、まあ、これはあの継続して競馬場にはあのプロモーションには行くつもりですし、あの行く予定になってます、はい、じゃあ最後にカメラに向かって、はい、今日のセリフについて何点か今日のセリフを何点かだけ私 あの採点で100はないって以前お話ししてたんで、やっぱり92点ぐらいかな、はい、やっぱり思うところがあの伸びないっていうのはやっぱりね、自分たちに力が足んないということの裏付けでもあるんでしょうから、まあそれぐらいで評価しています。ここ数年大変活発なトレーニングセールをおかげさまで挙行することができて、購買者の皆様方また、購買関係者の皆様方には大変感謝を申し上げているところでございます。今後一切競りが始まりますので、日高にまた足を向けていただいて、夢を持てるようなパートナーをぜひあの見つけに来ていただければ、私ども北海道市場といたしまして心から歓迎をいたしたいと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。